ようこそエナシフ TVA もさんはい透明の窓ガラスで発電できるという話を聞いたんですけどはいできるんですかできます100%普通の窓ガラスと見分けつかないように早く、はいえー、発電あるんですすごいですね透明なんですもんねそうなんですよ、えー、アメリカのスタートアップで、はいびき出すエナジーとい会社作ってるんですけれどもねどういうものかと言いますと麻生中鉄工科大学とミシガン州立大学のそれぞれの研究者が2010年に開発した技術で2011年に会社を作ってるんですけれどもね、はい しかも日本関係なくないんですよそうなんですね、はい、昨年なんですけれどもエネオスが出資しまして<ー>しかもこのエネオスと日本ガラスとこの三社で、はい、今千葉県の日本ガラスの工場で実証試験を行ってるんですん 日本にも関係のある会社なんでですすねそそうなんよの辺ちょっと期待したいなというところもあるんですけれどもこれ写真見てください全く透明でですすよねねそうカリフォルニア州にあるリムキタスエナジー本社の窓ガラスなんですけれども普通に外の車よく見えてしまうというね普通のガラスですねこういう窓ガラスにも使えるんですけれどももちろん住宅にも使えますしさらに今現在のの温室向け開発中なんででですすすここ部分よねそうちゃんと使って発電しながらってねこういう感じでソーラーシェアリングできるんじゃないかっていうね。 ちょっとね面白いでしょ面白いですねでも実はこういう窓ガラスに使える太陽光発電昔からあったんですあるんですねあるんですよ3コマに金かって日本の会社のシースルータイプなんですけれどもねちょっとよく見えるじゃないですかそうですね実はグッドデザイン賞も受賞してましてねおしゃれな感じですねそうなんです国立競技場なんかにも使われているんですけれどもそのシースルーってこのレベルなんですよちょっと横線が入っちゃってるんですかねそうなんです電気を通す電線なんでただその他の部分も光を吸収しなきゃいけないんでどうしても透明にしきれないものなんですけどもこれでもね 十分優れた製品なんですよ。うんうん、でもうエビキタ製ナジー、これ完全に透明なんですよ。はい、見てくださいこれ。透明ですね。ねえ、普通のグラス変わらないですよね。うん、で、なんでこういうふうな透明になってるか。はい こういう仕組みなんです光には目に見える光と紫外線とか赤外線目に見えないですよね見えないです。このうちの目に見えない紫外線と赤外線を使って発電してて目に見える光だけは全部通したんですよああなるほどということは人間の目には100%光が通ってるに見えるわけですよねしかも紫外線通さない UV カットじゃないですかすごいいいじゃないですかいいでしょ赤外線通さない断熱ですよそんな優れた性能を持ってるってなんかいいとこしかない感じですねそうなんですちょっと性能の方見ていきたいんですけれども発電するビス ガラスの上にコーティングすするだけけなんですけれどももちろん電気通さなきゃいけないんで本当に目に見えない程度の細い電線通ってるんです目に見えない電線ですか細いから見えないんですけれどもねすごい細いですね、はい、発電効率なんですけれども、うん、一般の太陽光発電に比べると低いんですけれどもそれでも10%程度期待できるんですよ、はいうん、しかも赤外線が電気になるために断熱性能もあると、はい、そこも期待できるとで価格なんですけれども、うんはい、普通の窓ガラスよりも大体3割ぐらい高くなる見込みなんですよでも3割ぐらいなんですねもっと高いのかと思ってましたでしょ 割ぐららいいいいで電気るんだっったままあかなて思すよねこれねこれ使うと建物の CO24 割削減可能ですし世界中の CO2 であれば1割削減できるポテンシャルあるんですよ。めっちゃいいこんなような非常に優れたものなんですけれども日本では先ほど言いましたようにエネオスと日本ガラスが実証を行っていると単に電気作るってことだけじゃなくて赤外線があるんで断熱性能とかそんなこといろいろ実証してるんですけれどもエネオスがここでちゃんと売り出したね何かエネオスすげえ会社だなみたいな楽しみですね。ちょっととまめいきたんですけれども マサチューセッツ工科大学とミシガン州立大学、うん、大学発のスタートアップなんです。はいうんうん で人間の目に見える光だけは透過させて、はい、赤外線と紫外線で発電するってことなんで人間の目には100%透明に見える、うん、しかも作り方としてはガラスの上に発電する物質をコーティングして本当に細い電線を通すだけなんで、うん、ガラスに見える発電効率は10このぐらいあればすごいですよね窓ガラスより3割ぐらい高くなる見込みなんですけれども、うん、十分で安いじゃないですかそうですよ、ね、どっちにしたってガラス入れなきゃいけないんですから、うん、建物の CO2 の4割カット世界中の CO2 1割カットするポテンシャルを持ってます。うん、そして で日本ではエネオスが出資して日本ガラスとサーシャル実証試験ということは建物に日本ガラスが売りに来てもおかしくないああ、そうですね、うん、本当に日本酒で発売楽しみな技術だと思います,す、ね、これは。ですねいろいろなところで使われていくといいですけどねそうですよね、はい、このチャンネルでは脱炭素を軸とした情報配信を行っておりますチャンネル登録高評価通知もオンでお願いしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回